はい、こんにちは、高いんです。はいよ、さあ来たね、東京初進出、東京初動画ではないですか池袋、はい、うん、何これ。あ、いいですね、いいね、東京大都会ですが、うん、あのですね、今回、はい、まあ、動画初の試みでもあるんですけど、うん、とあるジャンルにチャレンジしてみたいなと思います。はいはい、それがなんと、うん、こちら出会い喫茶あれどうよ、結局ちょっとエロい方来るな。そうっすねやっぱり。ただボス行ったことないでしょ。うん、ないない。僕も初なんですよ、うん、どんなか分かんないですけど、うん、おそらくそこで出会って、うん、あとは知りませんよスタイルだと思うんですね。はいはいはい、まあ、俺らがそんな普通の喫茶店来るわけもなく、何喫茶やったっけ、出会い喫茶、はい、行ってみましょう。はい、ということで早速ね、このビルの4階なんで、うん、桃カフェ、桃カフェ、ここは池袋店、はいはい、すごい工事、はい、行きましょう、はい、行きます、はい、踏み出し一歩だ、道となる。何階ですか。4階です。4階ですね。はいはい、着きました。はいはい、これです、これです。もう行ってみましょう。そうですね、三つ指立てて女の子は多分正座してるやろしょー、初めて来たんですけど、はい、はい、他の出会い喫茶の乗り分けあります。いや、他の店舗も行ったことないです。はい、まとめるとですね、うん、鏡があるんですが、うん、マジックミラーなので、うん、男性からしか女性は見えません、はいはいはい、女性からは見えておりません、はいはい、男性は、うん、可愛い子、うん、タイプな子を選んで、はい、チャイムを押して、うん、あの子と喋りたいと言うと、うんうん、なるほど。そしたら別のトークルームに移動できると。はあはあはあ、そこで意気投合。そこからやな、勝負は、はい、そこはもう僕の饒舌なトークができますからいや、あのライバルいっぱいいるで、多分男の人結構仲いるもん。あ、そうですか。でも、うん、それを蹴散らすぐらいのこれが、ほんまかいな、見たことないやん。いいよ今日は。はい、まあ頑張ってよ。はい、わかりました、うん、あと何かありますか。プランが結構あるんですね。料金説明になるんですけど、はい、お客様お初めてということでしたので、はい、こちらに新規プラン入会パックっていうのをやってまして、今キャンペーンやってます。はいはいはい、ほうほうほう。入会金が完全無料で今ご案内します。へ、さらに、1万円分の割引券もお付けしているので、お本日登録してもらうと、うん、次回からこの割引券ご利用いただける。ああ、2回目ね。2つ選べるプランがございまして、はいはい、成立1回6000円の方と、成立無制限の7000円の方がございます。あ、なるほど。あ、そうか、何人も外出ありってこと。戻ってきて、またもちろんありなんですけど。なるほど、じゃあ選んでいいですか。そうです、じゃあ2つのプランから。はい、じゃあもちろん無制限でそんなの何回も連れ出せる思てんの。一回にしとけって。もうそう、安い方でお願いします、はい、はい、で最後になんですけど、はい、本日は新規のプランにお客様になるんですけど、うん、次回からはいろいろなパックでご用意してまして、時間帯でお安くなっていたり、あ、で朝早いプランだと成立無制限5000円っていうのもやってますので、はい、次回からこちらの会員プランで、お選びいただく形になります。オッケー、早朝から来いってまたすぐ行きます。はい、はい、わかりました。そしたら登録で、はい、お願いします。登録しましょう。はい、もう絶対します。お前電話もあんのか。いやいや、なんか Wi-Fi だけで生きてるとか言うてたんやけど、この間それあんたに怒られて、僕あるよ今。あれからちゃんと作ったの。買った買った。普通やそれ。すいません、最後に、はい、言わせるけど、同意するわ。みだらな行為等々ね。ああ、そうや、はいはい、お前がいつもやってるやつや。みだらなんすんなって来てないのに出来になっちゃうから、そういう。はい、いよいよ、はい、中に潜入したいと思います。行きましょうか。この中から女性とお話ししてもらうんですけど、はい、禁止事項が中設けてまして、はい、まあ、中での女性との連絡先の交換、うん、あと女性のお触り、はい、あの縦へのスカート行為禁止なんで、うん、すぐ触るからね、これ。触っちゃうもう一発アウトで、はい、そうですね、退場ですか。退場で、お店の外で出待ちしちゃって、そこで声かけちゃうのも禁止になってるんで、はいはいはい、あ、ストーカーですもんね、それ。そうですね、お願いします。わかりました。最後ですね、はい、ボタン2つついてるんで、はい、5時間10分間設けてるんですけど、はい、時間マックスで使っていただく必要ないんで、はい、まあ、外出決まったらすぐ赤いボタンの整列ボタンを押してもらって、はい、なるほど、決まらそうです、ね、でしたらそのまま青いボタンを押していただければ。なるほど、お部屋帰れるんで。こいつ多分青いボタンしか押せませんわ。赤しか行かないよ僕は。はい、はい、実際にお部屋です。ライバルが群がってるぞ、俺。すごい、
うわ、中にいるやん。シーナーさん、プロフィールっていうのを持ってきますので、はいはい、まあ、プロフィール見ていただいて、実物見ていただいて、はい、話したいと言ったらこのボタンだけ押してください、はい、音が鳴るようになってるんで、はい、なるほど、スタッフやってますので、まあ、話したいですとまたトークになるんで、プロフィールっていうのはこういう、そうですね、あ、どう違うんですか。これ女性が来店時に実際に書いてもらったやつなんで、一緒のやつはほぼないです、ね、あれこれなんか色違うけどこれなんだ。これよく目つけましたよね、うん、これめっちゃ出るんです。これ新規女性っていうやつで、はい、お店に来ること自体初めてです、かなり人気。そういう子も読むよ。そういうプロフィールね。そういうプロフィール、なるほど。じゃあちょっと見て選んで実際に見てもらって、はい、いやいや見えてへんでだから見えてないからほら正面から回れるから、これライバルが群がってるから。やばいやばい、早く選ばないと。あ、こういう感じで、ね、あ、でもどんどんほら、はい、向こう行くよ、呼ばれてんやん、はい、はい、奥に来させてもらって、はい、奥来て、はい、わめっちゃいる。めっちゃ可愛いやん、しかも。いや、みんな可愛いっすよ。なんか若いっすね。うん、まやな、すごいな、はい、気づいちゃったんですけど、うん、下側にも、うん、ここには座ってないけどな、今。まあ、今はね、うん、足だけが見えてる。はい、だもうこの下からのアングルもいいし。ドスケベちょっといいですか、僕。どの子。もうあのさっき来るときに実は選んだんですけど、うん、なんでやねん。えどういうこと。第一印象で。第一印象だ、はい、さっきの正面からの時。そうそうそう、うんうんうん、通ってきた時に、はいはい、あのカウンターの、うん、一人で座ってる一番奥の子。あ、マジ？ちょっと見に行こうよ、じゃあ。はい、カウンターの、あ、この子？はい、めっちゃ一番近くにいるやん。これ、K1。 あ、そういう言い方でね。はい、はい、じゃあ、うん、すいません、はい、この K1 の方で。 K1 で、はい、こちら、はい、こちら、はい、K1 で、はい、はい、一度確認したいね。他、K1 番いらっしゃいますか。大丈夫ですね。競合がないかね。はい、はいはい、なるほど、はい、はい、今中でお待ちください。はい、はい、はい、あの今からトークルームに女の子来るんですが、読んだじゃな、呼びましたね、はい、指名しました、うんうん、ちゅうか俺はちょっともうあれよ、どっか行ってるよ。いや、そうですね、そうですね、うん、ほら俺がいるから不成立でしたみたいなこと言われても俺困るからさ。いや、もう本当にあなたさえいなければみたいなのあるからマジで。そうですね、そうですね、もうほんまやで、ガチでいくで。じゃあ、はい、オッケーです、オッケー。カメラ置いていくで。あ、じゃあもう置いててください。はい、見ててください。オッケー。はい、はじめまして。はじめまして。すいません、なんかこんな、はい、こんな感じで。あ、これっすよね。はい、あ、完全新規、この黄色いやつだとあれっすよね。初めて来たんですか。初めて来ました。キグースの僕もなんですよ。あ、そうなんですね。はい、さっき登録して。あ、そうなんですね。そう、え、しかも年齢が19。はい、何歳。え、上の人大丈夫ですか。年上の方の方が好きなので。しょうがないね。マジか、マジですか。学生さんっすよね。身長が153、はい、僕大好きなんですよ。はい、小さいから。そうなんですね。どうっすか。初めて。他のお店も行ったことない。はい、なんでこういうとこに行ったんですか。友達に教えてもらって、うん、そう行ってみようかな。楽しいよって。はい、そうか。あの男性ルーム本当見えてないんですか。見えてないですね。マジっすか。はい、めっちゃいましたよ。あ、そうなんですね。はい、でも僕が選びました。嬉しい。はい、ハートを射止めました。ということで、なるほどね。ちなみに、はい、え、今来たばっかりですか。そうですね、1時間前とか。あ、なるほど、はい、ちょっとじゃあもうここもそろそろいいかなぐらいの感じだと思うんですけど、はい、もしあれだったらちょっと2人でどっか行きません。行きたかったんですけど。行きたかったんですけど、お時間がちょっと。マジですか。え、なんでですか。忙しい。忙しい、はい、マジックミラーで忙しい。あ、違う、あ、違う。わかりました。はい、え、じゃあそういう時はこれを押すんですよね。あ、そうです。え、赤の成立をしていいですか。いや、ダメです。あ、ダメですか。こっち成立で。うわ、マジか。またお願いします。はい、またお願いします。じゃあこれ押しときます。はい、悲しい音だよこれ。あ、あの、お戻りですね。
はい、じゃあ、はい、そのまま戻ってください。ありがとうございました。お願いします。高い安です。お願いします。ゆうりです。ゆうりです。ゆうりさん。はい。いいですね。そんなことないです。ありがとうございます。髪色もなんかもうブロンズで。なんか今入れてるんです。なんかそっち系の仕事ですか？モデルとか。あ、全然やってないです。普通に学生です。学生さん？学生です。女子大生。そうですね。大人。マジっすか？そうです。好きなタイプの男性はどんな感じ？好きなタイプ、優しい人がいいですよ。ちょうどですね。マジっすか？優しい人がいいです。あ、そうですか。はい、まあ、ちょっと今ね、会ったばっかりで少ししか話してないけど、はい、僕めっちゃタイプなんで、はい、もしよかったらちょっと外を一緒に行きません？ちょっと今はまだ出れないかな。なんかあるんですか？ちょっと予定とかがあるんで。マジっすか？はい。マジか。あ、じゃあそういう場合はこれですか？そうですね。うわ、美咲さん、はじめまして、高谷です。高谷、はい、お願いします。はい、お願いします。美咲さんはよく来るんですか？いや、たまに時間がある時。あ、暇な時とか。うんうん。じゃあ普段は学生？そうです。大学生。はい。めっちゃ可愛いですね。いや、いや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 、素敵、いいっすね。ちょっと急なんですけど、うん、この後ちょっと僕とどっかカフェでも行きません？カフェ？はい、いくらか払うんで、お支払いするんで、ちょっとカフェだけでも。どれくらいですか？3000円ぐらいぐらい払うんで、どうですか？行かないですか？ちょっと時間潰しにここ来ただけなんで。ああ。じゃあ、もうちょっと友達とも調整してて。ああ、無理。マジっすか？はい。またか、無理っすか？はい、また無理か。すごくめっちゃ可愛いのにな。ちょっと時間が。マジっすか？ちょ、ごめんごめん。ごめん、ちょっと俺、火事で聞いてたんやけどさ。また断られてるやん。お友達。ごめんなさい、ちょっと高山とボス言うて、はいはい、ボスっていうキャラでやってまして、はい、あまりにも不甲斐ないからさ、こいつまた断られて。何がダメなの？いや、渡れないみたいな。ビトンとか出てきたらいい。ビトン？あとビトン？ちょ待って、高山、なんかカフェ3000円とか言ってなかった？なんで聞いてんの？聞いてるよ。マジ？そんなんさ、女の子声かけんのに3000円って何を言うてんの？失礼やね、ほんまに。だってさ、カフェ行くだけで。カフェ行くだけ、そらそうや、そんなん貴重やで。うん。こんな可愛い大学生とか、あんた面識ないやろ。だけど、いや、でも美咲ちゃんは、3000円だから断るとか、そういうのしないから。そう、すげえ。いや、なんか忙しい。あ、美咲ちゃんって言うんや。普通に忙しいってさっき言ってた。目めっちゃ綺麗やな、あれ。でしょ？うん、大学生やろ。はい、何歳？22になります。ほら、でも22なんかな。はい、今3000円とかな。さすがに中学生やないんやから。ほんまに。じゃあ例えばボスだったらいくら払うんですか？いや、別に無料でも来ると思うけど、あえてそれを未満で俺やったら行くね。この子ぐらいやったら。じゃあ、お兄さんと。ほら、見て。時間あります。あれやろ。じゃあ、お前な、せこいのよ、ほんまに。じゃあ、行こう、みさきちゃん。うん。まあ、でもな、余裕を持ってこう。大人の。まあ、お金じらつかしたらいいんですよ。じゃあ、何、マジで、この後2人で。行くよな。いっぱいあるね。じゃあ、これ出るんじゃん。かわいい。赤ボタン出るんじゃん。みさきちゃん、押して、これ。あ、ええ音、祝福されてる。さっきの音と違うね。うん。僕ずっとこっち。マジか。でも美咲ちゃんでもあれやんな、お金じゃないもん。じゃあご成立です。あ、ご成立ですよ。くっそー。ありがとうございました。はい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 、ご機嫌だね。ただいま。待ったよ、結構。そら待ったよね、それなりにね。おーおー、何すか、カフェ行って。何カフェ行ったんすか？いろんなカフェがあるからね。待て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 、いろんな意味で。何してたの？いろんな意味でね。喉を潤し
そして恋に溺れ、マジでなんすか。いや高やん、もう一回頑張らなあかんって。いや、うん、まだでも、うん、チャンスあるから。あのそうですよ、うん、この後ね、まだ行くから、はい、うん、新宿にも2店舗あるんで、はい、ちょっとリベンジしていいですか。あと2回チャンスあるから。オッケーオッケー、うん、必ず結果出します。オッケー、はい、はい、まあいいね。でもはい、ということで、ね、ときめくね。いや、めちゃくちゃときめく。ときめくは分かるわ。いや、いいっすよ、うん、あの特に良かったのは、うん、まあ、こっち側から選べるっていうのと、うん、まあ、マジックミラーがこう下にもあってね。だから、はい、エロいね。もう下から見てる人いっぱいいたな。むちゃくちゃいたし、あれはどうかと思うけど俺は。いや、これあの夏もっかい来よ。ああ、なるほどな。夏場はもう薄着で。なるほどな。ミニスカやらもいろいろありますから。だからエロいね。だからモテへんねん。それが出てたんかな。出てた。あ、そうっすか。まあでもね、まあまあ、このコンセプトというか、うん、ここで出会って、うん、まあ、お食事するもよし、カフェ行くのもよし、うん、っていうのでめっちゃ楽しいんで、ほんまに、はい、ぜひ池袋、うん、来られた際はこちら、はい、モモカフェ池袋店、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。